おはぴよ、どうもひなぴよと、はい、どうもドリーです。さっきのお客さんが後ろにいます、うん、たまにちょっと、うん、笑い声がね聞こえてるけど、うん、え、言っていいの名前。藤原ひふみなんだぞ。藤原ひふみさんが来てくれてます。で、続きやるんですけど、前回あのバッド1を見たんで、一応トゥルーエンドを目指してもう一回初めからやっていこうかなと思うんですけど、だいたい選択肢でいろいろ変わってくると思う。変わったところまでちょっといろいろ飛ばしながら、だからなんかね、あるんだよ上に選択肢まで進むってやつが。そうそう、楽ちん。はい、お金持ちだからそれくらい余裕でしょ。いくか。これでもトゥルーエンドなんだよね。あー、どうだ。最初どっち選んだっけ。最初ね、こっち、いつか大きな家で一緒に暮らせたらなってって、どっちがいいんだろうね。ここでも左右されるのかな。されんじゃない、一応。いや、上見たいな、お金持ちだからそれくらい余裕でしょ。あなたって本当素直よね。何だっけ、ふうやくんか。ふうやくんへのプレゼントはもう少し考えるとして。ちょっとミッキーが出てきちゃった。素で笑うのやめて。ミッキーが出てきかけた。クリスマスパーティー楽しみね。マーガレット三世なんだろうな。楽しみな。こんなところでずっと喋ってる場合じゃなかったわ。副部長のスミエ先輩が新しいゲームを見つけたって騒いでるから、早く部室に行きましょう。バランス取れなくなってる。ひふみし、ひふみし、すみません、遅れちゃって。あ、これはもういいのか。そこな、この辺一緒だね。ペ、はい、ーン、ウィーン、ウィーン、飛ばされるんだ。ここ私たち全部読んでたんだ ね。すごいね。時間が。ああ。話別に聞かなくて。選択肢。いいか。え、かわいしない。まあまあまあ。中田くん。中田。中田くんだ。ああ、意外、意外、意外だな、意外、全部逆の選択肢取ってく、なんか意外だな。マーガレットちゃんってこういうの怖いと思ったりするんだね。当たり前でしょ。あ、ぶち切れられた。はあ、なんだかバカみたいね。少し落ち着くわ。ああ、はいはいはい。あ、この辺は一緒かな。みんな生きてるよ、生きてるよ。アリスちゃんかわいい。あ、ここかな。なんかさ、どうなんだろう。狼かもしれない。狼じゃない、せいやさんのことさ、狼かもしれないって言った後にさ、最後投票しなかったから、狼じゃないのかもにしとく。はい、狼じゃないのかも。刀を見せるのに戸惑わなかったから、きっと後ろめたいことはないんだろうな。他のメンバーに武器になれそうなものを持っている人はいない。ふうやくん、狼は狂気を用いる必要がないのかもしれないわ。僕もそう思う。もし狂気が必要だったとしたら、武器を持ち歩いていない僕たちが狼になった時どうすればいいのかわからないし、狼がどういうものなのか不明瞭漢字に弱いな私。すぎるのよね、すぎるのよね。尻尾や耳が生えてたら分かりやすいのにね。それって可愛いかも。生きてる。生きてる、生きてる。でもこの辺、ね、会話変わってんね、本当にそうだったらこんなに怖い思いをしなくて済むのに。マーガレットちゃん、でも今一つ狼について分かったんだよ。と言っても狂気は必要ないってだけだけど、ありがとう風也くん。すみちゃん先輩も元気出してよ。おい、あ、ここは同じだ。あ、この辺一緒だね。はい、進みます。ウェイ。理由があ、ポジティブなのかな、ポジティブなのかな。絶対バッドエンドに行くようなさ、流れ作ってるからさ、ポジティブなのかな、ポジティブなのかな、ポジティブなのかな。あ、うん。せいやさん。
なんとも風也くんらしい考え方ね。え、聞こえてたの？ええ、全部口に出ていたわよ。おー、だせ。私は3人がゲームだと信じられるのには何か理由があると考えているけど。あ、軌道修正入るんだね。うん、まさかそんな答えが出るなんて。だって3人ともどんなゲームでもいつも楽しんでいるし、何より僕も結果はどうあれ今日の処刑が終わればこのゲームは終わりだと考えたいんだけど、うん、終わらなかったりするの？それはわからないわ。けれどゲームが続けば、うん、いずれ村人の私は食い殺されてしまう。せやな。それが怖い。せやな。マーガレットちゃん大丈夫、あと2回の処刑で間違えなければいいんだよ。ここから同じだな。うん、てってれーてれってて。ああ肯定否定否定しよっか、うん、肯定したもんねこの間ね、うん、いいえ僕はそうは思いません。なぜだ？マーガレットちゃんが言ったようにショーの性格を考えてです。それにショーもこんなに否定してるし口が悪いし睨みつけてきて怖い。ああ焦った。鈴雲にしてはまともな判断だね。てっきり口車に乗せられるかと思ったよ。乗せられました前回。そんな、ショーが偽の占い師を自ら名乗るなんて僕たち村人に不利になっちゃうよね。そう不利ね。占いの結果を適当にでっち上げないといけない。その時もし狼に対して村人だと言ってしまったら、そんな危ないことをショーがするとは思えないや。ショーは本物の占い師。本当でした。ショーは本当の占い師以外にありえないんです。部長。うん。私もフーちゃんと同じ意見。ただでさえみんな冷えしてるのに完全な疑心暗鬼状態なんて苦しいしね。死ねって言っちゃった、ね、暴言。村人だと分かってる三世がまとめてくれてるだけでも助かるよ。またそのまたその呼び方なんですね。私でよければ追力します。尽力します。こんな、あ、この辺です。あ、まだん、あ、どうだ、あ、お、あ、忘れたな。あ、一緒だね。うん、よし、うん、でー、あー、出た。あ、会話しないね。どうせアリスちゃん死ぬんでしょ。うん、僕はもうスミエさんに。ちょっと待ってよフーちゃん。ごめんなさいスミエ先輩、私おかしいこと言ってないよ。みんなアリスちゃんが怪しいと思ってるんだよ。はい、でも僕はスミエ先輩が怪しいと思って2週目なんで。フーちゃん間違ってるよ。私村人なんだから、明日間違えたら負けちゃうんだからね。投票決まったね。今日の処刑は如月アリス、あんただ。変わんないんじゃないか。うん、みんなの人差し指が如月さんに向いていて、如月さんだけが蝶を指してる。一緒だ。ここは同じ、うん、アリスは狼じゃない。あー、オーマイガー、オーマイガー、バッド。じゃあこっからは、うん、はいはいはい、はいはいはい、どっか変わんのかな。怪しい。誰に対して。うん、怪しくないと思う。怪しくないと思う、うん、どうして。恥ずかしい話なんだけど、僕すごくバカだから、もしかすると夜の間のことど忘れしてるのかと思っちゃって、うん、出現したやつか。風也くんに同意した部長さんと私って、二人が本当にそうだったとしても僕はスミエ先輩だけが怪しいとは思えないかな。そう、ありがとう。ふうやくん、今朝のことも覚えてるか不安だなんて、もうちょっと自分に自信を持ってもいいと思うわ。私は部長さんと副部長さんの発言に注視しながら、ふうやくんの反応見たいの。はい、かわいいな。この辺は同じかな。ここで前スミエちゃんに入れたんだよね。うん、どうしよう。
セイヤ部長が怪しい、うん、さっきショウが偽の占い師じゃないかって堅くなに譲らなかった。ショウが偽物の占い師だと考えるならマーガレットちゃんが村人だと確信を持てなくなってしまう。そうなると今ここに残っている4人みんな投票対象に。もし部長が狼なら選択肢が増えて自分が処刑される確率が下がる。騙されちゃダメだ。気をつけて動向を見守らないと。マーガレット、はい。お前はスミエを疑っているのか。副部長さんに限ったことではないのですけど。この辺一緒かな。この辺一緒か、うんうん、なんか変わんのかな、うん、これで。ああ。セイヤが狼、うん、セイヤ先輩が狼なら幼馴染とだだだぽとたしこと幼馴染でも元もあべぽ幼まだでだ挙取りすぎ挙取りすぎ、ふうやくん挙取りすぎだよ。幼馴染でもともと信頼のあるスミエ先輩を味方につけようとしている。でもスミエ先輩だけじゃ、僕とマーガレットちゃんがセイヤ先輩に投票するとしても同数でランダムになってしまう。そんなの狼にとって危ないんじゃないかな。うん、部長さんはとても幼馴染思いみたいね。幼馴染思いみたいね、うん、あ、小さい頃からかだね、なんか多分ランダムだね。小さい頃からずっと一緒、羨ましいわ。あ、うん、だから危ないの。せやな。私だって部員の誰かがまたあんな風になるところなんて見たくないわ。マーガレットちゃん、間違えられない。私からはこれが最後の質問です、うん、これ一緒かな。一緒だね、うん、あー、スミエが、うん、僕はスミエ先輩は中田を食べた狼じゃないと思う。ちょっと全部逆言ってみようね、うん、そう、わかったわ。お、部長さんにも、ね、あ、ベガボン、わか、うん、らない、わからない、うん、これは狼、うんうん、部長は中田を食べた狼だと思う。わかったわ、ありがとう。それじゃあ最後に、フーヤ君、あなたが狼だったとして、あれ、こんな質問された、中田君を狙った理由聞いてもいいかしら。え、初めて聞かれた。 え、僕、うん、どうしよう。予想して言うのかな、うん、中田君すごく気遣いができるよね。みんなの変化にすぐ気づいたりしてすごいなって思ってた。そういうところが怖いと思って中田君は狙われたのかも。わかったわ、ありがとう、風也君。聞かれなかったよね、前回、うん、もうすぐ投票の時間ね。うん、うん、どっか変わるかな。ですよ、せよ、うえ、スズグモ、お前の言ってることおかしすぎないか。おかしすぎると思います。もしかしてお前が狼なんじゃないのか。言動はそうだと思います、うん、あ、ごめん、私もフーちゃんだと思うの。待ってください、フーヤ君は同じやな。マーガレット、お前はスズグモの推理をおかしいと思わないのか。それは、それ、うん、違う、パッと一だね。ね、うん、あ、同じです。うん、どうやったらいいんだろうね。だろう、これ、うん、ヒントとかないのかなと思って見たけど、うん、ないからさ。なかなかね、ないから、ね。そう、なんか変化があるまでちょっと収録切って、うん、なんかあったらそこから再開しようかなと思います。うんうんうん、はい、寝とる。寝てるー。寝てるひふみ、る藤原ひふみ、おやすみ。全部正しい推理をして狼に投票し続ければトゥルー。へー、ブレてるとバット1、逆にアホになって間違った方に投票し続ければバット2だって。へー、なるほど。トゥルー見る？トゥルー見たい。トゥルー見たい。まずはまずこれアリスちゃん疑ってるとこかな。いや、これあれだ、あのセイヤさんを疑ってる。狼かもしれないは、これどっちが正しいんだろうね。推理、あのスミエちゃんを狼だって置いた状態で進めていこうか、うんうんうん、
ってことで、じゃないかな、狼じゃないのかもにしようか、うん、で進めていくか、うん、これからスミエちゃんをね、うん、これ理由があるのかな、スミエちゃんを狼と置いて、うんうんうん、セイヤの考えを否定しよう、うん、否定する、否定してで、まあ会話しないで、スミエ、え？ちょっと待ってよ、ふーちゃん、ごめんなさい、すみえ先輩、私おかしいこと言ってないよ、みんなアリスちゃんが怪しいと思ってるんだよ、はい、でも僕はすみえ先輩が怪しいと思って、ふーちゃん間違ってるよ、私村人なんだから、明日間違えたら負けちゃうんだからね、投票決まってね、うん、うん、キスラギアリスあんただ、どっちみちアリスちゃんは死んじゃうね、さっきもそうだった、いやーごめん、ね、何回もごめんね、進む、怪しいと思う、うん、怪しいと思う、うん、ね、何か会話は変わらないかな、うん、セミエが狼の可能性だってある、うん、この辺やっぱ多分同じ、うん、スミエがなんか狼だと思う。うん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 。違うと思う。うん。なんか変わるかな。ね。変わってほしいな。うん。ここは間違えられない。これがゲームであってもそうでなくてもここで間違えちゃダメだ、絶対に、最後の投票どうしよう、スミエ、うん、ここはまあ同じだ、うん、この二人だ、スミエに投票するぜ、そうだ、お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 、BGM が違う、違う、うん、僕はスミエ先輩に投票します、私も副部長さんです、来る？待て、スミエを、部長さん、信頼しているのは分かりますけれど、スミエ先輩には怪しい点が多すぎる、まず夜が長かった、そう言ってたね、ええ、そうよ、村人は夜を感じることができず気を失っていた、それは部長さんにも経験があるはずです、ああ、確かに、うわ、やっと次に、スミエ先輩は全員に対して怪しくないと言い切った、うん、一人でも多くに信頼されて自分への票を避けるためだと僕は思った、それなら俺だって同じような発言をスミエにした、でもそれはスミエ先輩に対してのみだった、一人だけ信頼を得たとしても最悪ランダムで処刑される可能性がある、危険性がある、うん、それは狼にとって得策ではない、部長さんは狼だと思えませんでした、うん、すごいね、三世もふーちゃんも笑ってるぜ、スミエ、ん？いや、何でも、そしてあなたは誰よりこの状況をゲームだと言い続けていた、どうしてそこまでゲームだと信じきれるんですか、大好きなみんなが食い殺されるところは見たくないって言ってたのに、そうだ、ずっと悲しんでいたようで、うん、それでもいつも通りだった、前向きで元気なボードゲーム部の副部長スミエ先輩、部長さん、おかしいと思いませんか、私や風也くんの方が怪しいと言える、かっこたる証拠があるのなら言ってください、まだ投票は始まってないんです、すみえ先輩を処刑したくない気持ちはわかります、でもきっとこれで終わりですから、俺は坊ちゃんみたい、もう空が真っ赤に近い、もう投票だ、
マーガレットちゃんも僕も指はスミエ先輩を向いてる。あとは部長だけなんだ。部長すまない、うん、わスミエ先輩に来た3票来た来た。いや見たくない。見たくなくて思わず目をつむった。でも何の音もしない。うわスミエ先輩の倒れる音も。うわ正解だよ。え処刑がない。もしかしてやっと終わるの。よかった本当に。うんこれで終わりだよ。いや本当すごいね三世は。いえそんな。うん違うか。みんなすごいんだこのボードゲーム部のみんなが。怖い怖い。ふーちゃんも万年追試の追試組の割にか、うん、ふーちゃんも万年追試組の割にね。すみえ先輩せいちゃんはちょっと優しすぎだよね。ネタバレしちゃおうか迷ったよ。三世がすごくショック受けてて私さっさと白状しちゃおうかなって思っちゃったりしたけど、まあそういうゲームだし本当にネタバレしちゃったらルール違反だからね。後から何言われても仕方ないかって我慢してたけど辛かったんだよ。すぐに狼だって言っちゃうスミエ先輩なんか想像できます。ごめんなさい。でもやっぱりあんな中田くんや。もう毎回毎回ね。高梨くん、高梨くんや木更木さんを見てしまうとこのゲーム自体が怖くて。あのこれ3人とも元に戻りますよね。元に戻らないの。いや本当にごめんね。大丈夫3人とも元気になってるよ。何もなかったみたいな顔してさ。よかったやったねマーガレットちゃん。フーヤ君のおかげよ本当にありがとう。でもじゃあ BGM がちょっと怖いの。ねえ本当なんか ね笑顔がサイコパスに見えてくるんだよな、ね、スミエちゃんの。僕こそ。おあえ何か隠してるな。もうスミエまだ言ってないことがあるだろう。私が狼だってことには気づかなかったのに、そういうのはちゃんと。でもそっか隠してないもんね。隠す必要もなかった。私はもともと狼だったから。え？もともと？うん。え？生まれてきた時から狼だった。え？ってこと？聞いたでしょ？ゴーちゃんが言ってたよね。人狼の噂。人狼はお腹が空いたら人を食べちゃう。食べなくても生きれるんだけど、お腹が空いてるの我慢できなくて。我慢できなくなったらゲームをするんだ。な。それがこれ。ゲーム持ち出したのもスミエ先輩だったもん、ね、あ確かにそこからもう始まってたんだ、ね、すごく嫌なんだ。誰も食べたくない。でもお腹が空いてゲームをしても誰も私を狼だと当てられない。そりゃそうだよ。だって狼に有利なんだもん。状況もルールも。だからゲームに強い人ならきっと狼を当ててくれる。そう思ったから部活を作った。ボードゲーム部。そしたらみんな本当に頭が良くてさ、うん、見事に正解してくれた。やっと私処刑してもらえるんだ。してもらえるってずっとそうして欲しかったのか。死にたかったのか。死にたかった。
死にたかったけど死にたくない。せいちゃんともっとみんなと遊びたい。クリスマスパーティーもやりたい。でももうお腹が空いて苦しくて我慢できなかったの。ごめんね、マーガレット、フーヤ君、せいちゃん。なんでこんな楽しくない嫌なゲームのことなんてさ、みんな忘れちゃうから。安心していいよ、私はちょっと寂しいけど、でももう初見が始まるから。これでゲームは終わりなんじゃ。え、あ、うん、かわいい。私が処刑されて終わり。そんな、みんな本当にごめんね。そしてありがとう、ありがとう、せいちゃん。守るって言ってくれた時嬉しかった。うわあ、私守られる側になりたかった。スミエ、ムードねえな。ねえ、せいや先輩の痛いくらいの叫び声が聞こえた。目を閉じたらダメだと思うのに、まだ頭が言うことを聞かなくなる。まただった。また頭が言うことを聞かなくなる。マーガレットちゃんかな。くん、フーヤくん。誰だろう。誰かが僕の名前を呼んでいる。ん、フーヤくん。あれ、マーガレットちゃん。ここは。あ、みんなは。何言ってるのよ。みんないるわよ。まったく、部活中にも寝るなんて。は？また寝てたの？あんたもさっきまでうとうとしてたじゃない。何かすごく長い夢を見ていた気がする。大切なことを忘れているような。スミエちゃんはいないのかな。それいつものことだよね。大切なこと？まさかクリスマスパーティーのこと？あ、それじゃない。せいや様はどんなプレゼントが欲しいですか？そうだな、新しい日本刀が欲しいと思う。アリスが愛を込めてせいや様にプレゼントします。メガネ、日本刀探し手伝ってよね。にゃんでおりが絶対この喋り方じゃなかった。久しぶりの。にゃんでおりが、うん、鈴風は何か欲しいものでもある？僕はマーガレットちゃんに家をもらうんだ。は？高梨は新作のあのゲームだろ。お、メガネ先輩、メガネの割に分かってるね。メガネ先輩には新しいメガネ用意しておこうか。今って100円で何でも買えるんだよね。メガネメガネ言うんじゃねえ。お前それが使い物になると思ってんのか。中田、アリスは新しいポーチが欲しいな。ブランド物でちょっと高いんだけど、お願い。買わねえよ。マーガレットちゃんは何が欲しい？私は新しい参考書が欲しいわね。プレゼントは一人に一つで、6個用意すればいいのよね。あと一人のプレゼントは、あー、やっぱいないんだね。あーそっか、6個用意するって言ってるけど、部員は全員で6人だからプレゼントは全部で5個でいいんじゃないかな。あら、うっかりしてたわ。そうね、5個あれば。マーガレットちゃんもうっかりしちゃうことがあるんだね。仲間だ。ほんとね、しっかりしなきゃ。あー、そうそう、ふやくんに追加で胃薬も。ほんと、先輩のクッキーって独特の味だから。ん？部長さんって料理するタイプだったかしら。あれ？ほんとだ。先輩って誰だろう？わあ。あー、でもかわいいな。ボードゲーム部で仲間たちと遊んで、
勉強は苦手だし、やりたくないけど、部活のことを考えるだけで毎日が楽しい。今度のクリスマスパーティーは僕の誕生日会も兼ねて、とても元気な先輩が計画してくれた。あれ、でもそんな先輩いたっけ。まあいいか、今はクリスマスパーティーだ。あ、かっこいいね。すみえ、言ってるじゃん名前。せいちゃん、せいちゃん、ごめんな変な声で呼んで。トゥルエド。嘘嘘、やば。せいちゃんごめんよ、変な声で呼んでて。めちゃめちゃイケメンだったじゃん。坊ちゃんじゃなかった。坊ちゃんだ坊。じゃねえわ。もう一個バッドエンド2があるらしいんですけど、そうだ、ね、ちょっとそれを探すか次は。そうだね、でも、うん、トゥルーエンド見れたんで今回このくらいで終わりましょうか。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。